リヒャルト・ホイベルガーリヒャルト・フランツ・ヨーゼフ・ホイベルガーは、オーストリア帝国の作曲家、指揮者、音楽評論家、音楽ジャーナリスト、音楽教師。同名の息子は歴史家である。伴奏高校上の経営主を父に、グラーツに生まれる。当初は工学を学ぶが、1876年に断念して音楽に転校した。 グラーツ音楽院でロベルト・フックスに支持し、1902年に優秀な成績で終了すると、ウィーンに移って、ウィーンアカデミー声楽協会や、ウィーンジングアカデミー、ウィーン男性合唱協会の合唱指揮者を歴任した。1902年より、ウィーン音楽院で教鞭を取り、文下より、クレメンス・クラウスらを輩出した。ホイベルマーは、新聞の音楽批評担当者としても名を馳せ、 まずは、新ウィーン日報、ネウエン・ウィーン・タグブラッドで、ついで1899年より、ミュンヘン民報に寄稿した。1896年には、エドアルト・ハンスリックの公認として、ウィーン新自由新聞の音楽評論家となった。一方で、フリーランスの記者や編集者として、新音楽新聞でも活動した。1914年に、ウィーンで他界し、ヒンター・ブリュールに埋葬された。 オペラやバレエ音楽、合唱曲や歌曲、気楽曲と幅広い分野で創作したものの、今日では1898年に作曲したオペレッタ、オペラ舞踏会、デアオペルンバルのみで名を残している。1955年に以降を称えて、ウィーンのヒーチング地区にホイベルガー通りという名が付けられた。ありがとうございます。